こんにちは。ゆっくり霊夢です。こんにちは。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は、源為朝について解説していくぜ。源氏の暴れん坊と称される武将だね。自らを鎮西追放し、と名乗って、手下と共に暴れ回り、世間では無双の弓矢の達人、と呼ばれていた平安時代の武将だ。何か驚きの伝説でもあるのかしら。5人で引くような剛弓を1人で使いこなした、などという、強者伝説が数多く存在しているぜ。それはすごい。この動画を見ると、ジャパニーズヨフ、と呼ばれた源為朝の恐ろしい最強伝説がわかるから、ぜひ最後まで見てほしいぜ。それではゆっくりしていってねー。源為朝は平安時代末期となる1139年、この世に生を受けた。父親は、清和源氏の一流である川内源氏の棟梁だった源為義。母親は、父為義が治めていた摂津の国の遊女であるとされていて、為義の八男にあたる。後に知られる源義朝の弟、そして鎌倉幕府を開くことになる源頼朝の叔父が、この源為朝なんだぜ。どんな家柄だったのかしら。武家の棟梁となり清和天皇、の王子将を祖とする、由緒正しき家柄だ。ただ、為朝は幼少期からとにかく誰にも手がつけられない、暴れん坊、だったと伝えられている。随分とやんちゃだったわけだね。そんな為朝に、父為義は武芸を習わせることにした。武芸の道は礼儀作法、を重んじるものだから、横暴な性格を強制できるのではないかと考えた末のことだとされている。為朝は、前に出して弓を支える左腕が後ろで鶴を引く右腕よりも12センチも長いという、まさに弓術をやるために生まれた、ような体格の持ち主だったため、あっという間に弓術を極めてしまったようだ。持って生まれた才能ってやつだね。為朝は自身の強さを分かっていたようで、長兄である源義朝たち兄弟たちにも傍若無人な振る舞いを繰り返し、京の都でも喧嘩三昧の生活を送っていた。愛想が尽きた父為義は、とうとう為朝を九州へ追放してしまった。当時13歳で、為朝は一人九州へ旅立つことになったぜ。あらあ、京の都で喧嘩と狼藉を繰り返し、父親である源為義から九州へ追放されることになった源為朝、後に為朝が大きく関わることとなる方言の乱の顛末を記した方言物語によると、九州へ追放された為朝は、文後の国の尾張権の上家等という人物を後見人として頼ったそうだ。その人はどんな人物だったんだろう？この人物がどのような人物だったのかは資料がなく定かではないんだけど、しばらく永遠の元にいた後の為朝は、肥後の国阿蘇郡の平忠し国の婿となった。自身が婿としてその家に入り信頼できる後見人ができたと感じた為朝は、自らを鎮西総追武士、と称して暴れ回ったんだ。暴れん坊の性格は簡単には治らないようだね。為朝はそこから3年ほどの間に、九州の豪族である肥後の国の菊池氏や、太宰府の長官なども務めた家柄である豪族の原田氏などと20回以上も合戦を経験して、自らに逆らう者を全て武力で抑え込んでしまったぜ。学校の歴史ではよく保つ元平治の乱、とセットで学ぶことが多い方言の乱、だけど、実は武士の勢力争い、の歴史と思われているこれらの戦乱は、さらに時代を遡って藤原摂関政治の終焉、の後起こった院政、あたりから、その原因があったと考えられているんだ。ふむふむ、方言の乱の時に敵対する鳥羽上皇後白河天皇、と崇徳天皇、だけど、その鳥羽上皇の曽祖父にあたる後三条天皇、の存在から、方言の乱への伏線は引かれていたと考えられている。それまでの平安京では、藤原の道長が築いた藤原摂関政治の影響を大きく受けた天皇たちが、その玉座に座っていたけど、その流れが後三条天皇の存在で大きく変わることになったんだ。どうして？なぜなら、後三条天皇は藤原氏を外戚としない天皇だったから、藤原氏の影響を受けることなく政治を行うことができたからだ。この時に後三条天皇は荘園整理令を出して、荘園という私有地の範囲を制限し、このことにより藤原氏の力を大きく削ぐことに成功したぜ。なるほど。こうして藤原氏の力が急速に衰えていく中、次に即位した白河天皇はすぐに自分の子である堀川天皇に上位し、自分は上皇となって実権を握った。その後すぐに堀川天皇が亡くなると、孫である鳥羽天皇に上位をさせ、一定期間が過ぎると鳥羽天皇には子である崇徳天皇への上位を命じていった。何のために自分の子孫たちだけに天皇の位を上位していくの？それは、白河上皇の弟たちへの皇位継承を遮断する考えがあったからだとされている。さらには、白河上皇自身が長年にわたり実権を握って、起点の君であり続けた。
こうした政治の形こそ、院政、と呼ばれるものだぜ。ふーん。一方で、この頃の武士たちは天皇がいる朝廷じゃなく、上皇が院政を行う院の長、という役所に、北面の武士、という肩書きで仕えていた。白川上皇が仏教に深く帰依して法皇、と名乗っていた頃、武家の一門である源氏と平氏はそれぞれがしのぎを削って勢力争いをしていて、ちょうど源氏一門の源義親が、出雲国で大きな反乱を起こしたことから平氏にその乱を鎮圧されたところで、いわば平氏が官軍、状態だった頃だ。ほうほう、平氏の統領となっていた平忠盛は、白川法皇の命令に忠実な人物として院への昇殿を許された。だけど、この白川法皇、と平氏、の関係は、法皇の死によって大きく崩れていくことになったんだ。一体どうなってしまったの？白川法皇が1129年に死去すると、それまで拮抗を保っていた権力のパワーバランスに変化が訪れた。鳥羽上皇が白川法皇に代わって院政を行うことになったんだ。そもそも、鳥羽上皇と崇徳天皇はあまり親子関係が良くなかったようで、この上位を機に二人の関係は悪化していったぜ。なんで仲が悪かったんだろう。その原因は、崇徳天皇の聖母藤原照子よりも、近衛天皇の聖母藤原成子を寵愛していたからではないか、という説があるようだけど、定かではないぜ。いずれにしても、崇徳天皇は異母弟近衛天皇への上位を快く思わなかったわけだね。それを命じた鳥羽上皇への恨みを持っていたと考えられている。そして鳥羽法皇は、1156年に病気のためこの世を去った。仲が悪いとはいえ父親の臨終、だから臨終の見舞い、に訪れたけど、面会を拒否されたそうだ。それはひどい。拒否した理由は、鳥羽上皇が側近に、崇徳天皇に自分の亡骸を見せるな、と命じていたからだと伝えられている。当然のことながら、崇徳天皇は憤慨してその場を後にした。そして鳥羽法皇が死去すると、数日後に事態が急変。崇徳天皇が謀反を起こして国家を傾かせようとされている、という趣旨の噂が流れたとして、後白河天皇から御教書が全国へ発令されたんだ。御教書って？位の高い人物が自らの意思を表すために発する文書で、この時は崇徳天皇が謀反を起こそうとしているから警戒せよ、といった趣旨のものだった。つまり、実際に謀反を起こす考えがあったかは定かではないけど、崇徳天皇は敵である後白河天皇側に煽られる形で兵を挙げることになったんだ。それで、崇徳天皇はどうしたの？身の危険を感じて、都から少し離れた宇治へ脱出。そこへ崇徳天皇肩へついた武士たちが集結することになった。藤原摂関家では兄弟で対立していたため崇徳天皇の側近だった弟の藤原の頼長が崇徳天皇側へ、兄の藤原の忠通は後白河天皇へ着くことに。崇徳天皇の召集に応じた武士は、平家広氏、平忠正、源のため吉、そして源のため友だ。一方、ため友の兄源の義朝や平の清盛らは後白河天皇肩について、方言の乱、の火蓋が切って落とされたぜ。おお、ついに切って落とされた方言の乱。源氏一門はそれぞれの思惑や事情から、親子兄弟で骨肉の戦いを繰り広げなくてはならない状況へと置かれてしまった。崇徳天皇自ら大将、として招かれた源のため義はこの時60歳を超えた老齢で、それを理由に再三にわたって従軍を断るも、ついには承諾をして崇徳天皇方の大将として戦うことになったんだ。60歳で戦だなんて、一方で源氏一門の統領が崇徳天皇方についたことに対して、その嫡男である源義朝は後白河天皇方へ味方することになった。議長が後白河天皇方へついたのは、議長の正室由良御前が熱田神宮の宮司の娘とされていて、その宮司を通じて鳥羽法皇とつながりがあったとも、由良御前の父である藤原規範のいとこが、鳥羽法皇の乳母だったからともされているけど、いずれにしても親子は敵対することになったぜ。ため友の戦いっぷりはどうだったのかな。三尺五寸、現代の単位に換算すると1メートル30センチ前後の刀を刺して、5人がかりでなければ引けないような号泣を持って上皇のいる御所の門を守っていた。ため友の容姿は、兄議長のようにいわゆるイケメンではなかったらしく、切れ上がった目、の大男と伝えられているから、そんな大男が門前に立っているだけでも鬼がいるのか、と思うほどだったようだ。まさに、門番の名にふさわしい出立ちだね。勇猛果敢に、そして向かうところ敵なし状態で戦ったため友だったけど、肝心の方言の乱、そのものの勝敗は、後白河天皇側が火攻めを行ったことで勝利。骨肉の争いとなった源氏一門の親子兄弟対決は、源義朝が勝利することになった。負けてしまった崇徳天皇は燃え盛る御殿から命からがら逃亡。源のため義やため友をはじめとする源氏一門の武士たちも敗走を余儀なくされたぜ。あらら、平氏と源氏、それぞれの武士たちが崇徳天皇、
そして後白河天皇、という後ろ盾のもとに戦った保元の乱。一門の栄枯盛衰がかかっていることもあってなかなか決着がつかなかったところを、後白河天皇側の火攻め、攻撃であっという間に勝敗が決した。そして後白河天皇についた源義朝や平の清盛たちは官軍に、そして崇徳天皇についた源のため義や為朝たちは、賊軍になり下がることになってしまった。これはまさに、勝てば官軍、負ければ賊軍ってやつだね。ことの発端である崇徳天皇は、自身が立てこもっていた宇治の城川北殿が火攻めで炎上したことで命からがら脱出し、源のため義や為朝に守られつつ京都東山の如意山に逃れた。でもこれ以上抵抗をしても仕方ないと悟った崇徳天皇は、剃髪して後白河天皇方へ投降することを決意。そこで為吉たちと別れた崇徳天皇は、自身の同母弟である悟る清入道親王が門跡として在籍していた庭路に投降したんだ。ふむふむ、これは、弟が後白河天皇に対して、自身の罪の軽減を取りなしてくれることを望んで行われたことだったけど、弟の悟る清入道親王が取りなしを拒否したことで、崇徳天皇は捕らえられることになった。そして、崇徳天皇は粗末な車に乗せられて、鳥羽から讃岐の国、流罪となった。配流された讃岐ではどんなことをしていたのかしら。崇徳天皇は仏教に深く帰依して、法華経をはじめとする異部大乗経を写本し、それを反省の証として朝廷に送っている。でもすでに天皇の位をこの二条天皇へと上位して、自身は上皇となって院政を始めていた後白河院は、この写本を崇徳天皇の呪詛が込められているのではないか、と疑い、受け取りそのものを拒否してしまったんだ。なんてことを。このことに激怒した崇徳天皇は、自ら舌を噛み切ってその地で写本に朝廷への恨み、を綴り、夜叉のような恐ろしい姿となったと伝えられている。あわわわ。ところで、そんな崇徳天皇に味方をした源為吉や為朝はどうなったの？平家広氏、平忠正、源為吉と為朝の兄弟たちはすぐさま捕らえられ、斬首されることになった。平安時代初期の810年に起こった朝廷の勢力争いの果てのクーデタークス、この辺以降、事実上行われていなかった死刑制度が、この保元の乱の戦後処理で復活したんだ。うわ、そうなんだ。しかも、一族すべてが処刑されていくというむごいものだった。さらにむごさが際立ったのは、平忠正は甥の平の清盛に斬首され、為朝の父源為吉は自身の嫡男である源義朝の手で斬首されたということ。この事実によって、しばらくの間義朝は世間から、親の首を切った男、として非難をされたと伝えられている。平安の最終兵器、源為朝はどうなの？なんと、その後も逃亡を続けていたんだ。崇徳天皇と東山の如意山で別れた後、上皇方についた源氏一門は自分たちの拠点でもある東国へ落ち延びて、その後再びの挙兵を図った。でも肝心の父為吉は老齢で体力もなく、失脚して敵方へ投降することを望んだ。為吉は、息子たちに兄義朝は自分自身の勲功に変えても、私やお前たちの除名のために尽くしてくれるだろう、と言い、共に投降することを説得したそうだ。うんうん、それで？他の息子たちは父為吉に従うことを決めたけど、暴れん坊為朝だけは最後まで反対して東国へ落ち延びることを訴え続けた。そして為吉と息子たちとは、ここで別れることを決意したぜ。往生際が悪いというか、意志が強いというか、為朝は潜伏中に病気にかかってしまって、潜伏先である近江の国の温泉で湯治をしながら逃亡生活を続けていた。逃亡生活が1ヶ月ほど過ぎた頃、周囲の密告で捕らえられた為朝は京都へ護送。ただ保元の乱の戦後処理はほぼ終わっていて、これ以上の死刑は汚れを嫌う公家たちを中心に反対されていたこともあって、為朝は処刑を免れている。でも自慢の号泣は二度と引けないようにと肘の筋を切られて伊豆へ流罪となったぜ。まさに骨肉の争いとなった保元の乱は終わって、新しい起点の君となった後白河上皇による院政が始まった平安京。ここから先は、平氏と源氏が争う平治の乱に向けて時代が動いていくぜ。伊豆へ流された源為朝が、その後どのような暮らしを送っていたのかも気になるよ。保元の乱が終わって伊豆へ流された時、為朝はまだ17歳という若者。伊豆でも数々の為朝伝説を生み出して、さらにはその伊豆を逃亡した後のまさかの結果が伝説として残されているんだ。一体どんな人生を送ったんだろう。伊豆へ流罪となった源為朝は、配流される前に肘の筋を切られたとか、肘の関節を外されたとか伝わっている。これは二度と為朝が得意な弓を引けなくする処置で、こうすることで配流先の人々も安心して為朝を預かることができたはずなんだ。なるほど。そんな意図があったのね。
だけど為朝は、伊豆へたどり着いて間もなく肘が治ってしまったんだ。さすが。でも、月日が経てば自然と傷が癒えるわけだし、この刑を考えた人はこうなることを想像しなかったのかしらね。ともかく傷が癒えて再び弓矢を射ることができるようになった為朝は、伊豆の地でも大暴れを繰り広げた。伊豆の代官を務めていた三郎太夫忠重という人物の娘と結婚して後ろ盾を得ると、実力行使で伊豆諸島を支配し、朝廷に納めなくてはならない年貢の支払いも拒絶したんだ。ふむふむ、朝廷からの懲罰を恐れた舅の忠重が為朝に内緒で年貢を納めていることがわかると、為朝は激怒して忠重の両手の指を3本も切り落としたという逸話も残されている。また伊豆を支配してから10年後の1165年には、鬼の子孫ばかりが暮らす鬼ヶ島から大男を連れて帰ったという逸話もあるぜ。もはや何が何だかわからないほどの最強伝説だね。もちろん、いつまでも為朝を野放しにしておく朝廷ではない。伊豆諸島を領地として治めていた工藤重光は、為朝による乱暴や狼藉の限りを朝廷に訴え続けて、ついに1170年に為朝追討の演説が下った。朝廷に命じられた為朝追討軍は、伊豆地方の豪族である伊藤氏や北条氏などで構成された500騎で、20隻もの船団で伊豆大島へ押し寄せた。大変な騒ぎだね。このような事態の中でも、今に伝わる為朝伝説があるんだ。何何？敵が退去して押し寄せてくる様子を見た為朝は、潔く抵抗しても無駄だろう、と悟って、まずは自身の9歳になる息子を敵の手にかかるよりは、と視察。そして自身も自害をしようと考えたけど、為朝は自害する前に、一死なりとも敵に当たれば、と、矢を放ったんだ。まさか、そう。その矢は300人ほどが乗っていた船に命中して、船は瞬く間に沈んだというぜ。そんなことが本当にあるのかしら。それは定かではないけど、これこそまさに一死報いる、といった状態だ。そして為朝は、最後に、方言の乱の時は矢一つで二人を殺し、今は一死で多くの者を殺したか。というと、自分の屋敷の柱にもたれ腹切って自害。源為朝、去年32歳。潔いね。後世では、この腹切りが日本で最初の武士の切腹、であるともされている。為朝が最後の時を過ごした伊豆大島では現在でも為朝の存在が親しまれていて、為朝のための石碑が建てられているそうだ。そうなんだ。伊豆大島で家族を持って、大暴れしつつも伊豆諸島を支配していた源為朝。朝廷から送られた追討軍を前にあっさりと自害してこの世の生涯に幕を閉じたわけだけど、それまでの為朝の生き様と見比べてみると、ちょっと不自然な気もするぜ。どういうことかしら。最終的に親子で袂を分かつことになった方言の乱の時も、投降を進める父為義に対して東国への再起を最後まで主張したのが為朝だ。さらには、流刑先の伊豆でも自身の武勇で地域を支配するような荒くれ者だった為朝が、たった500騎程度の追討軍を前にあっさり諦めてしまうものなのか。確かに、言われてみればそうだね。そんな疑問をすっきりと払拭してくれるような説がある。それは為朝は伊豆から逃亡をして琉球へ落ち延び、初代琉球王の父になった、というものだ。ほうほう。そもそも数多くの伝説を持つ為朝だけど、この為朝琉球初代王説は、琉球王国初めての正式な歴史書とされる中山聖巻などに記されているもので、源為朝が琉球へ渡来して大里安治の娘と結ばれ、その子が琉球王国初代国王春天になったという内容だ。春天は1166年に誕生したとされている人物で、為朝が伊豆大島の外へ出て鬼ヶ島へ行ったとされる時期とも合致することから、この時に為朝は伊豆へ帰らずに琉球へ向かったと考えても不思議ではない。辻褄は合うわけだね。この話では春天の誕生の後に為朝は琉球を後にしたとされているから、そこから伊豆へ戻ったと想定すれば、追討軍との最後の戦いも為朝伝説として受け入れられる。ただ琉球王国初代国王とされる春天は、比企神話の神武天皇のようにその実在性が疑問視されているところもあるから、どちらかといえば、源義経が生き延びてチンギスハーンとなった伝説と近いものがあるのかもしれないな。まあいずれにしても、そんな伝説が残されるほど、源為朝は武芸に優れていた存在だったことは間違いなさそうだね。三国志の中で最も最強の武将とされる呂布に例えられるほど、いやもしかすると呂布以上の武勇だったかもしれない源為朝。テレビ番組に登場した為朝の公式紹介文には、なんと平安のモビルスーツという文言が書かれていたんだとか。まさに、最終兵器と呼ぶべき強さを持つ人物だったということか。また、為朝は都で天然痘が流行した時にも病にかからなかったとされていて、そこから為朝を疱瘡などの感染症に対する守り神として祀ったという伝説もある。
為朝の姿絵を掲げておくと、病にかからないとされていたそうだ。新型感染症が世の中を騒がせている現代社会でも、源為朝のような絶対的な強さは求められる存在なのかもしれないね。ああ、そうだな。ということで、今回の動画は以上だぜ。この動画が面白かったらチャンネル登録とグッドボタンをポチッとしてくれたらとっても嬉しいぜ。ぜひポチッとお願いします。それでは皆さん、最後までご視聴ありがとうございました。